の子は決勝はい、さあ、ラッキー !TR 攻撃予選決勝は、手羽柴チーム先方は先所に対して出てくるのは、南の感謝のフォークボール先方は03の先生です。さあ、あとは北さんに盛り上げてもらいましょう。ジョニオ君、ありがとうございます。では、頑張って盛り上げたいと思います。はい、では、実況の方もヘタレですが、頑張ってしていきたいと思います。はいはい。さて、中野フィアルフ攻撃予選赤切符を受けた最終対決が始まった。大勝負のできろ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 ゼロセーソルが先所にも粘ってた。第2ラウンドイルコールイルコールイルコールですが、エネルギー今度こっちの範囲が範囲が範囲とあっと見てる半分イルコール立ち上がった。イルコール最後もレベルにはしとる。クロージャンケスボールイトクスボールゼロ制ソルが先方戦を制す。さて、相手チームは残るはディズイとセイソル。セイソルはまあね、同キャラだと運ゲーにはまあなってしまうと思うので、でもちょっと悩んでる。出てきたのはまあやはり集めるっていうか、どうしようよ。時間いっぱいまで使うかと思ったが、早めにキャラ選択。同試合隊の方は同試合隊で盛り上がっている。人気小説の瞬間を見せてくれる。みんなを任せたくない。中央を切るか、サバを第1ラウンド。おっと、足までさすがに上手。そして、ゲートまくる。
初 NGC 低画卓一本選手第2ラウンド送った JS サンデッドどん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 突っ込んでいくダンベッシュこんなに飛びづらいがどんどん遊びそうだな飛使ってきっちり殺しる最終ラウンドバニーとバルバルチェンジしたら最強は大事もう6割生息出しからの攻撃あなたを歩いて泡割ってあくまでも安全に行くここでジャンプが続くガンプレスの脱出初めて失格してほしいロケットから勝負で食わないでしかしたいざ回って投げこの投げはコマンド投げだ練習が好きすぎて先端を打つのもまだバスを乗っていた誰かも出てケリーアニと足は虚しくも空を切った夏目ディズイがここでセイソルゼロセイソルを止めましたきっちりとストッパーの役目を果たしておりますさあ対して出てくるわみなみさんのチップでしょうかPlease select your character! なんで出てきたのか南チップ、今日初登場でしょうか Heaven and Hell! Duo and Rock!Yeah!
けてスローなやらだよ。先ほど見たボケ天狼が来たガンマグーナイエー面白いのに近づくチップお手置きで忘れてゼロセーストで止めるもん南チップがまた夏目ディズニーを止め返す Please select your character 最後大将出てくるのはもちろんこの男井上セーストル中野の大会では数々の暴力で勲章をかっさらっていきました。本当にそうですね。それでも井上なら、井上戦争ならきっと何とかしてくれるんですね。Heaven and Hell! You are the one! チップはここで止めて、アナチップは出ることができるか !Counter! 君は、指導者と指導者は、指導者とか同情は、スロー変えて、おっ変えて、アナチップが乗り乗ってるぞ今日は、今度からお前に乗り乗るぞバンバイバイチッチッレッスルバスル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 レッスルバおぉチェックしてさっきのチェックのはいいんだぞバースト使わせて踏み出しますおぉくっくっつぶりダッシュが通るシューレイチップトリッキーな攻めチェックレッスンチェックダブルスティールチェックイライラするでしょおぉチェックレッスンチェックレッスンチェックおぉチップが逃げてまた次のフェイスおぉやばれイライラすんなよアルファセイアルファセイさあ、ケンタだろおぉ無造りなんだよダッシュ投げおぉ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 からトゥダ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 ショーク、チェッ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 ク、チェ表へ死んだこっちから勝利権まぶゆうかんたバースト回転としながらチームスキャンセルが着地になり井上聖ソルここでやはり大将として踏ん張っているいよいよ大詰めでございます。決勝戦も大将大将といった非常に闘技予選らしい展開です。ハーケンポチョ、DF2 を制した男は、この、その勢いで、赤切符ももぎ、もぎ取ることができるか。は、それとも、井上聖ソルが、このまま、逆転劇を演じるのか。
しました。南の感謝のフォークボールチームの方、負けです。残念ながら負けてしまいました。毛羽志望チームの皆さんは、書類ありますので。